クエストを達成しました。クエストを達成しました。元気いっぱいですね。嬉しそうですね。ご用でしょうか。元気いっぱいですね。いい感じですね。馬体はいい感じですね。馬体はいい感じですね。いいですね。馬体はいい感じですね。今週はレースがあります。馬体はいい感じですね。いい感じですね。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。
拍手が湧いている東京競馬場、伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートを切りました。先行するのは何か。先手を取って7番ダンスインザムード、そしてその後ろから9番ローエングリーン、インティラジミがそのうちにいます。11番コスモバルク、4番サクラメガワンダー。12頭、第2コーナー、左にカーブを取ります。それからもう1頭、ダイワメジャー。さあ、気合はどうなんだ。片野は行き来。この大舞台で、巻き返しに燃える人馬です。ちょっと離れて、2番、アドワイヤムーンであります。その後ろ3馬身くらいあって、浅草田園。それから、12番、スイフトカレント。そして、内からは、5番、スイープ東証。ファスト立山、その後ろ。もう一度、前から整理しましょう。先頭はローエングリーン、積極的に行きました。縦に長い展開になりました。これを追って6番インティライミ、ちょっと離されまして11番コスモバルク、外を通ってダンスインザムード、8番ダイワメジャー、内を通ってサクラメガワンダー。注目の片野愛吉とエビナ、狙いすました天皇盾は誰にも譲れません。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。先頭ローエングリーン、もう完全に足が止まった。抜けた抜けた。6番インティライミ、内からはコスモバルクが来ている。先頭はインティライミ、片野ワイキキ、いい足で上がってきている。コスモバルク一気に抜けた。コスモバルク先頭、片野ワイキキ懸命に追う。外を通ってインティライミ、先頭は11番コスモバルク。コスモバルク一着、天皇賞秋、勝ったのは11番コスモバルクだ。頑張りましょう。1着11番、2着レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。元気いっぱいですね。まずまずですね。